はい銀です。今日紹介するのはこちらですね。早速、えー、さっき届いたので、えー、早速開けていこうと思います。えっ、ー、と多分あのー、指のりドラゴンです。よいしょ。なんかちょっとね、あのー、公式の方から延期するって話があったんでちょっとね、あのー、発売日最初の発売日からは。 あのー、ちょっと延期する形になっちゃったんですけどまあそれでも結構早く届いたのであれまだ聞いてなかったそうだよいしょまあその分楽しみが増えたと思えばよかったのかなとは思いますよいしょ早速開けていきまーすよいやー来ましたねあこれがあれかな得点かな よいしょ。点はちょっと後にしますねよし。よいしょ。ぎっしりと詰まってますね。はい。今日紹介するのはこちらになります。えー、指のせドラゴンですね。指のりじゃなかったですね。指のせドラゴン。えー、日常に寄り添うファンタジーということで。はい。えっ、ー、と、こちら、あの、またまた、あの、僕の大好きなメーカーさんの、えっ、ー、と、ソータさんかな。 あのから出ているあのガチャガチャとこういうあの箱に箱物で2種類展開されているあの今回の目玉商品になります。はいでえっ、ー、とデザイナーさんがねこの前もあれかなイササさんの作品動画にしたかなとは思うんですけどまたまたあのね 同じ会社で同じデザイナーさんのまたフィギュアを買ってしまったよという動画になりますまあ外箱はちょっと今チラチラ見せているんですけどまあこちらがまあえー、上の面になるんですかねあのよくあの販売されているこのね切り取ってみたいなこう何ていうのかな売り場に置くあの面になりますねちょうど で、こちらが横ですね。この資源とか、ナスとか、あの、4種類あって、えカワセミと雪影っていう4種類になりますね。で、それの4種類が入ってるよっていう箱になります。まあ、そんなところですかね。それでは、えっ、ー、と、あ、先に、あの、こちらが、えっ、ー、と、その公式のホームページで、えっ、ー、と、1ボックス1個入ってるよっていう、あの、限定の、 ものになりますね。それのために、あの <laughs>、今回は予約しました。で、これは一番最後に紹介します。それでは、早速開けていきます。テープ貼ってるね。よいしょちょっとテープ剥がします。 早速開けていきまーすよい,しょいやーめちゃめちゃ楽しみにしてた1個だったんでちょっとワクワクしてますねよいしょまあとりあえず、えっと、4つ入ってるんでまあ1つずつ紹介していきますよいしょまあトップバターが。 誰でしょう <laughs> という感じなんですけど。で、こちらが単品の外箱になります。まあ、あんまり変わんないんですけどね。あの、あれと。あ、まあ、ここぐらいですかね。あの、首は可動式でさまざまな表情に変化しますと。で、えっ、ー、と、おで自立して、そのまま飾れます。えー、豪華なメタリックカラーということで。はい。それでは、えっ、ー、と、単品の方、早速開けていきます。ここもあれついてる。 開けていきます。トップバッターは？をえっ、ー、とどれかなあ。これかな？カワセミっぽいですね。よいしょ！よいしょ！あ、結構パーツ構成分かれてるな。よいしょ。 えっと、中身取り出すと、袋が2個入ってて、まあ、1個が、あのー、頭と翼は2つになりますね。で、1個が本体になりますね。はい。ということで、よいしょ。あ、あれですね。いつも通り、あのー、ストーリーがある感じのものになりますね。公認契約書っていうことで。はい。ああ、このドラゴンと、 あの、契約しますかみたいな契約書になりますね。いいですよね。こういう、なんかちょっと粋ですよね。こういうなんかファンタジー、さっきも箱に書いてありましたけど、なんかやっぱりファンタジーの世界に入り込むような世界観がこうね、あの、説明書であの表現されてるっていうのが、やっぱりちょっとおしゃれだなと。あの、ソータさんの、あの、商品は結構これが多いので、まあちょっとワクワクしますよね。やっぱり。ということで、 まあちょっとここを一時停止推奨にしますちょっと長めに取りますねはいで裏面がえっ、ー、とまあ組み立て方、えー、とドラゴンとワイバーンでちょっと組み立て方が違うみたいですねはいそれでは早速袋から開けて組み立てていきましょうよいやーいやめっちゃ綺麗だなよしちょっと切れ目入れますね よいしょ。よっ。よいしょ。まあ、なんかさっき今日届いたっていう話はしたんですけど、まあちょっとね、あのー、この動画が上がる頃は今日ではないんで、ちょっとあれなんですけど、誤差はあるんですけど。よいしょ。まあでも本当にあのー、 なんだっけあの予告されてた発売日には届いたのでああののー、なんだっけあのガチャガチャが展開されたよーっていうちょうど公表されて、あのー、ものもすぐ届いたのでいや結構やっぱり嬉しかったですねでなんか思ったより、あのー、<laughs> 箱ちっちゃかったんでもしかしてこれよりちっちゃいのかなーと思って今開けたんですけどあのー、めちゃめちゃぎっしり入ってたんでちょっと安心しましたはい それではあの説明書見ながら開けああ組み立てていきますねこれはえっ、ー、とちょっと見ますねこれドラゴンなのかワイバーンなのかっていうのはあドラゴンがえっ、ー、と資源とナスになりますねで今回はワイバーンの方ですねカワセミと雪影の方のワイバーンになりますねなので今回はワイバーンの方の説明書見ながら組み上げていきます まずは本体に頭部を差し込むとよいしょここですね。よいしょ。よあ、でも、あ、今回、硬くない。<laughs> いつもね、あのー、ぎ箱とかもそうなんですけど、意外と関節のところ硬くて、結構ね、一回動画にもしたんですけど、あのー、<laughs> 指痛くなるっていうね、あれもあったので、今回でも全然。 あの干渉もなく結構綺麗に入りますね。で2番目にあああの本体右右右っぽいですね右。でポイント、えー、上部の凸、えー、かな形状を差し込んだ後にカブを差し込んでくださいという感じなので先にこのポツのところを刺してこうこう入れていく感じですかね。よいしょ。 で差し込んだ後にここを差し込むというような感じになりますかねよいしょあ入りましたねいやーめっちゃつなぎ目綺麗全然わかんなくなった <laughs> あれですかねやっぱデザイン的にもつなぎ目が分かりにくいあれになってますねデザインになってますねはい反対側も同様で先に入れてこう先に入れて ここを差し込む形ですね。よっ。まあ、あれですかね。あの、この肌色のところが見えなくなるまで差し込むっていう意味ですかね。ちょっと硬いですね。よっ。よっ。よっ。というような感じですかね。はい。 ということで、えー、完成でいいのかなえー、ンの爪の先端が鋭利になっておりますので、十分ご注意ください。という注意書きが貼ってある、貼ってあります。ということで、えっ、ー、とー、今回が、えー、一発目が、えー、ンのカワセミになりますね。はい。ということで <laughs>、やっぱりめっちゃ可愛いいな。いやいや、買ってよかったな。はい。 ということで、近くで見ていきます。で、指のりドラゴンということで、あのここがちょっとね、あの丸のような形状になってるので、まあ、ここに、まあ、あれどおり、指入れたりとかして、あの棒状のものでもあのいいと思うんですけど、入れたりとかして、あのまあ、インテリアとして飾るのが一番おしゃれなのかなとは思いますね。それでは、近くで見ていきましょう。 はい、すごい細かい顔ですよね。なんか、あー、なるほど、なるほど。えっ、ー、と、水色、水色でもないのかななんか、何色っていうんですかね。なんか、難しい色ですけど、すごい綺麗な色で、まあ、青系の色ですかね。青系、緑系の色ですね。になってて、こう、細かい造形があって、目は金色で、中に黒の塗装が入ってるっていう感じになりますね。で、 そうですねあのドラゴンとかワイバーンってあの内側がちゃんと何というのかな茶色とか肌色とかになっているのがすごいかっこいいですよねなんかしかもそのグラデーションがすごい綺麗になってますねあらこれはすごいですねまた <laughs> またすごいものに手を出したのかもしれないですそれではまあ先に内側見ていきますか内側が まあ綺麗なあのー、レザーのような茶色になってますね。で、黒がこう、なんだ、なんていうのかな、汚しとして入っている感じですかね。になりますね。はい。で、爪もめちゃめちゃ細かくて、色分けも結構綺麗になってます。こんな感じですね。まあ、ここで怪我しないでねっていう注意書,が注意書きがあったので、まあ、そこに注意しながら遊ぶのかなとは思います。で、 一応表記的には立つんですよね。立つ。今ね、あの下があれなんで、もしかしたら立ちにくいかな。あ、立ちにくいかな。一応立つっていうのもあれなんですけど、あ、ちょっと立たないな。<laughs> あれかもしれないですね。個体差でちょっとあれかもしれないです。こっちもでも一応立つんだもんね。立つと思うんで。 まあ個体差でこの曲がり具合だったりとかしてちょっと立たないものもあるかもしれないんですけどまあそういう時はあの多分あれかなソー太さんの公式ツイッターの方であのちょっと熱かけてあげるとあのお湯とかでかけてあげるとちょっとあの変形が治ったりとかするのでっていう確か。 あのー、質問に答えたツイートがあったと思うんでまあそういうのをちょっと駆使しながらまあ立たせれるのが一番いいのかなとは思いますねまあでもこのぐらいだったら気にならないな <laughs> はいということで、えー、と背中の、あのー、メインのカラーの方を見ていきます翼もめちゃめちゃいいですよねなんかあれですねワイバーンとド,ドラゴンのこう明確化がちゃんとしっかりされてる造形でやっぱり結構 僕は Y 版派なんですよね。今回のあのラインナップだと。<laughs> なので、結構こっち側はいや、好きだなぁと思います。このね、あ、かわいいですね、ここの。<laughs> 尻尾の、尻尾と足の付け根ぐらいがすごいかわいく表現できてますね。すごいですね、これ。<laughs> かわいいです。で、翼が、まあちょっと、なんだろう、折りたたまれてるような、あのー、 まあ今回のメインテーマである指のりのあのー、木の枝とかに止ま,止まりかけてるところとか止まっているところぐらいの表現になってますよねすごいですねここのなんかうなりというかがいい感じですよねうねりかはいということでえっ、ー、とすごいちょっと長い紹介になっちゃったんですけどえっ、ー、とカワセミの紹介でしたはいえっ、ー、と14分かうーん 1一本にするか一本にしてどうしようかないや1本にしません。このまま続けます。<laughs> よしこれでカワサミの、えー、と紹介終わります。まあ最後に全体的なレビューもしてあのするのでまあカワサミはこれぐらいにして次いきます。次よいしょよいしょ 次の箱をいしょはい、えーと次の箱に移っていきますまあ箱は同じです次は何でしょうまあ一応全種類のはずなんであれなんですけどなんか全種類なんか最近あれですよねなんか全種類ものも結構あの増えてきましたけどなんか 全種類ものをあれしててもこの開ける瞬間っていうのはやっぱりあの楽しいですよねなんかちょっとドキドキしますよねはいということでえー、っとねこれは色的に黒っぽいのであ今回はえー、っと2種類目が、えー、ドラゴン、えー、のナスになりますねそうなんです今回色的に一番ナスが結構好きで で、形としては、まあ、カワセミがいい、あ、カワセミていうか、バーンの方がいいなとは思ってたんですけど、色、めちゃめちゃナスが好きで、で、そのレビューができるということで、ちょっとワクワクしております。まあ、説明書は一緒ですね。よいしょ。このような感じです。契約書になってますね。で、まあ、先ほどと同じ場面で、ドラゴンとワイバーンの、えー、説明書がついてます。ということで、あ、今回は一袋ですね。 えっと本体から頭翼2枚っていう形ですね早速袋から開けていきますちょっと切れ目入れます なんかこうやっていろんなものがどんどん増えていくっていうのも面白いですしやっぱりなんかあの企業だけじゃなくてこう個人でイラストをされてる方とか造形されてる方のなんかこうおもちゃが出るっていうのはやっぱりねちょっとなんか可能性っていうのかおもちゃのちょっと可能性が増えてきてあの何ていうのかなあの購入する側からすると。 あのお客様目線からするとすごいまあ嬉しいなんか企画がどんどん最近増えてるのでなんかすごいなんかまああ,のあれですけどねお金はどんどん減っちゃいますけどなんかいいなーって思います最近はいということで今回はドラゴンですのでドラゴンの説明書に沿って組み立てていきますまあ頭、A、右左で 完成って形ですねはいということで頭から組み上げていきますよいしょよっよっよっよ,っよいしょこれぐらい,いかなあかわいい <laughs> で、えー、右左か右、えー、右だなこれ右よいしょあドラゴンの方が組みやすいかもしれないですねあのー、さっきあのトツあのポトツというかポツ入れてあの株、ー、差し込むみたいな形だったのがまあ今回はすんなりとそのまま横に入れていくって形ですので ドラゴンの方が組みやすいかもしれないですね。はい、ということで、えっ、ー、と、ナスだよね、多分な。<laughs> なんかすごい写真よりあの黒い黒だったんで、あの多分ナスだと思うんですけど。はい、ということで、えっ、ー、とドラゴンのナスのあの、えー、全体になります。あ、完成になります。はい、どうでしょうか。いや、これ、えー、のここの紫めちゃめちゃ好きですね。この いいいぐらののこうなんていうのかなてか自分の好きそうな紫がこう全体を覆っているっていうのがすごいまあ、自分が好きなところになりますね。まあ、今回も、えー、とこの足とかのところに挟んでこう弓乗りできるよっていう感じになりますね。よいしょ。ああ、なるほど。<laughs> なるほどあのー さっきあの 1, 回目1個目に Y バーンだったのであのより鮮明にこうあの違いが分かりますね。あのさっきの Y バーンだと足があの2本だけであの翼が、まあ、手のような形状になっててって感じだったんですけど、まあ、ドラゴンは4本足であの翼が2本生えてるっていう形ですの、ね、で、まあ、そこでも違いますしやっぱりちょっと首が長いっていうのもドラゴンの特徴なのかなとは思いますね。 はい。ということで、えっ、ー、と、一応、立たせられるのかなんですけど、今回の方がちょっと安定してますね。なんかドラゴンの方が結構、あのー、立たせやすいのかなという、形状的には立たせやすいのかなとは思います。それでは、細かく見ていきます。はい。ちょっとピンが、あ、このぐらいかな。えっ、ー、と、えー、あれですね。 あのすごい小顔なんでちょっとピンブレするかもしれないんですけど、えー、と基本的に黒の,あの成型色で、えー、と角が若干紫にのメタリックが入ってる感じですかねあのこの背中の鱗と同じような色合いしてますねで、えー、と目は、えー、と金色に黒の,あの目があの塗装されてるって形ですね で、今回内側が白の,あの塗装になってて、さっきはあのレザーのような茶色の,あの塗装だったんですけど、今回は白ですね。いやー、かっこいい。ドラゴンもかっこいいな。はい。ということで、えっと、成型色の方を見ていきます。成型色じゃないか。あの、背中のメインの方の塗装を見ていきます。はい。あーらーかっこいい。ここの紫めちゃめちゃ好きですね。 で、翼もやっぱりそうですね。Y1 は翼が結構大きく造形されてたんですけど、ドラゴンはやっぱりあの4本足で、の翼の分少し翼が小さめに設計というかデザインされてるのかなという、あのー、印象を受けますね。いやー、かっこいいですね。いやー。 ここれもこれもででいいですねすごいなんかグラデーションがすごい綺麗いで、まあ、さっきの Y バーもそうだったんですけどすごいグラデーションが綺麗でこの紫に黒から紫にかけてのグラデーションがいいですねちょっとカメラ越しじゃ伝わるかちょっと微妙なんですけどすごくいいです <laughs> で、えー、と背中側にかけてこう黒の、えー、と本体と紫色の鱗がこうあるっていう感じですね で尻尾の先がこんな感じですごいかわいい <laughs> 形の尻尾をしてますね。なんかすごい優しそうなドラゴンですよね。なんかあのファンタジーに出てくるあのちょっと例を出すとモーハンのミラボレアスとは違うこうまあどこか優しげなドラゴンのイメージですね。はい。 ということで、えっ、ー、と今回は、えー、ドラゴンとあ、ドラゴンのナスの、えー、とレビューになりますね。はい、次も開けていきましょう。よいしょ。いや、いいですね。なんか、あの、<laughs> ドラゴンが出て、ワイーンが出ると、ちょっとね、違いが。 いい感じにかかりやすすったですねちょっと早速開けていきます次は何でしょうはいおおあすげー色えー、と Y1 の雪影になりますねあこういう色なんだえーあえー、なるほど<っ>ほー。 もしガチャガチャで引いてたら多分これが出た瞬間あ絶対シークレットじゃんって思っちゃうぐらいのうわーすごい綺麗な色ですねはいということでえっ、ー、と本体の袋が1個とえっ、ー、と頭翼翼の、えー、と2袋入ってて説明書が入ってますまああの Y 版とドラゴンの多分内容物はほぼ一緒なので ちょっと割愛しますねで、組み立て方が載ってるっていう感じです。はい、ということで早速開けていきます。 ここまでで違うんですね造形としては多分一緒だとは思うんですけどすごいなんか全然違うものに見えますねよいしょよいしょあれ今回の方が尻尾が下に見える気のせいか <laughs> よいしょはいということでえっ、ー、とまあ早速組み上げていきます頭をつけて よよよいしょよいしょでえー、と翼を右からつけていって。 こうやっぱあれですねなんかつなぎ目が消えていくのがすごいですねなんか造形的につなぎ目が見えにくい造形になってるんですかねやっぱりよいしょで反対側も先にポツつけてはめていくというよいしょ入ったかな はいということでえっ、ー、とワイバーンのやばい名前が飛んでたあ雪影になりますねはいということでさっきのカワサミかとはまた全然違うように見えてしまうんですけどまあほぼ造形は一緒ほぼというかまあ一緒になってるんですけどやっぱりここまで色合いで変わるんですね印象っていやーすごいですねでえっ、ー、とまあ今回も えーと指に乗って、まあ、インテリアとして楽しめるよという形になってますね。はい、それではちょっと早速見ていきましょう。いやー、な,なんだろう、すごいな、さっきの、ほう、ここまで変わるんだ。えっ、ー、とー、まあ、成型色は水色のメタリックですかね、が入ってて、まあ、内側がさっきはあのレザー状の、レザーのような。 あの茶色だったんですけど今回はもう真っ白の綺麗なまあいわゆる綺麗なワイバーンという感じですねまああのいかにもあの雪国のあの雪山に住んでそうなワイバーンですね <laughs> はいということで、まあ、目の色は、えー、と金が入ってて黒の目をしてるのでまあそこは変わらないんですけどやっぱりすごい印象変わりますねこれはいやーすごい綺麗です やっぱりあのドラゴンと違って少しヘビーにも見えるあのワイバーンの形ですけどドラゴンはどっちかというとトカゲのようなイメージかなとは思うんですけどやっぱりそこもねなんか違いとして出てるのがまあ今回の指のりドラゴンのまあいいところなのかなとは思いますね。はいということでえー、っと近くで。 見るとこんな感じですねこういうトゲも結構いいですね。いやー、めっちゃいいですね。<laughs> これもこれでいいですね。はい、ということで、今回は先に、えー、とメタリックの水色の方から見ていきます。背中側ですね。から見ていきます。いやー、すごい、なんか神々しいですね。最近、あのー、話題になってるあのイベルカーナのような美しさがありますね。 なんでモーハンばっかりなんだろうな <laughs>。まあ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 、そこはほっといて。で、えっ、ー、と、お腹側の、あの、内側の絵の色になりますね。白側の色も綺麗ですね。なんか、ただの白って感じなくて、すごい、なんか、透明感ある白になってますね。いや、それもいいな。あ、いいですね。で、内側の爪もしっかり塗り分けられてると。 あーなるほどいいですねで尻尾は、まあ、ドラゴンの時はちょっと可愛い先端だったんですけどワイバーンはあのー、本当に純粋なあの蛇のような尻尾になってますねいやーそこもいいですねはいで今回も立つかちょっとチャレンジしてみますかお今回立ちますねよいしょちょっとカメラ寄りますねはい今回はしっかり立つのでまあさっきのような個体差がやっぱりちょっとだけあるのでまあ やっぱりね、生産大量生産って言っても、まあ、個体差は生まれるので、まあ、そこはね、あの運営の指示に従って、まあ、お湯などでちょっと温めてちょっとあの伸ばしてあげたりとかして調整してあげるのも、まあ、おもちゃの少し魅力なのかなとは思います。はい、ということで、えー、と今回は、えー、Y1 の「雪影 <laughs>」の紹介になります。 それではえー、と最後の箱を開けていきますいやーいいなよいしょよいしょ、まあま、ちょっと段ボールに入らなくちゃったよいしょそれでは開けていきますよいしょよいしょ よい,しょいやー箱もちょっとお伝えするの忘れてたんですけどなんかつや消しな感じですごいあの手触りがすごいのでなんか箱捨てるのもったいないなとちょっと思っちゃいましたね <laughs> はいあすいませんあのずっと間違えてますよねあの指のせドラゴンです指のりじゃないですね指のせドラゴンですねすいませんよいしょ はい、ということで内容物がえっ、ー、とあ見てなかった今回えっ、ー、と、えー、最後のえっ、ー、とドラゴンの資源あの、こちらのちょっと紫がかってるあの、紫と青のあの、グラデーションがあるあの、資源になりますねはいということであのラスト2個目になっちゃいますねあの、限定版をもう一つあの、抱えてますのでそれでは早速開けていきます いやあ、もう全部いいですね。この、あの、多分ガチャガチャで弾いても、多分2、3回して、あの、ダブってもいいぐらいの、もうクオリティでですね、これは。あの、ぜひ、あの、ガチャガチャエリアとか、あの、おもちゃ屋さん、ちょっとあの、えー、何なんでしたっけ、イエローサブマリンさんとか、あの、に、 置いてるあの箱系の,あのホームの,あの指のせドラゴンもありますので、まあ、そちらも見つけたらぜひ買ってみてくださいこれはもう買いましょう <laughs> はいそれでは早速組み上げていきますよいしょやはりあれですね顔が小顔ですねよいしょ いいやーこれはまたすごいなー本当になんか最近のガチャガチャ業界あの値段は確かに上がってるんですけどあの本当に値段上がってる分何でこの値段でこんなクオリティのおもちゃが出るんだと思う勢いですごいものがバンバン出てるのでちょっとねあの回数は引けなく昔よりね引けなくなったかもしれないんですけどあの本当にあの12回で。 あのいいものもかなりあの増えたのでまあそこも今の時代のガチャポンの魅力なのかなとはガチャポンガシャポンの <laughs> 魅力なのかなとは思いますねはいということでちょっと説明書を割愛しますはい完成しましたーえっ、ー、とドラゴンの資源になりますねはいいやー いやどっちかというとこれは紫じゃなくてピンクなのかなピンクの色に近いのかなちょっとカメラ越しだとピンクに見えなくもない。でもまあ紫かなっていう感じの色ですね。それではあの近くで早速見ていきましょう。えー、とドラゴンやっぱり小顔でちょっと首が長くてっていう造形になってますね。 でまあ、目の色は統一で金色に黒の塗装が入ってるっていう感じですね。ああ、で、今回は、えっ、ー、と、ナスの時と違って、少しあの先端がこのこの鱗の色をしてるような感じですかね。あでもさっきも、あれだったのかなあでもさっきのは割とあれですね。あの鱗がこう全体にこう耳になってるって感じでしたもんね。 ちょっと、あのー、色のグラデーションの、あのー、使い方が違うかなとは思います。それでは、えっ、ー、とー、まあ、先にメインである色の方から見ていきます。えっ、ー、と、背中側ですね。から見ていきます。えっ、ー、とー、今回は、まあ、紫かピンクか、まあ、ぐらいの、あのー、一般色、一般色というか、あれか、あの、メインの色で、鱗が、えー、水色のメタリックですかね。あの、ーンの色に近いような、 色ですかねが入ってるっていう感じになりますねその2色がメインになりますでえっ、ー、と翼側がそうですねあのこのあのーなんていうんだ <laughs> 翼の先っぽ <laughs> ってなんていうんだろう爪かなのところが、えー、水色にあの塗装されていてであとはあのね紫のような あの色になってるので結構このやっぱりそうですねさっきのナスだと少しグラデーションがかってて黒からこう紫にかけてだったやつが結構今回はきっちり何ていうのかなあの色分け色分けされてるというかグラデーションにはなってなくてそのまま色分けされてるんで結構きっちりしたドラゴンになるんですかね今回は結構これもこれでいいですよね てか色の塗り分けすごいなそうかあの一体一体違うんだな全部一緒なんだと思ってたで今回はえっ、ー、とドラゴンですのでまあ4本足があってで翼が2本あるのでまああの足の爪の方にも水色の,あのきっちりとした爪の方の色になってますねはいということでえっ、ー、と背中からえー、尻尾にかけてえっ、ー、と鱗が連なってて で、今回は、あの、可愛いい、<laughs> 尻尾の先になりますね。尻尾の先、水色なんですね。あー、なんかあれですね。全体的に、先端が水色になってて、っていう感じになりますね。ナスの時は結構グラデーションがかかってて、まあそこが、あのーえー、資源とナスの違いになるのかなとは思います。同じドラゴンでも、色の塗り分けが違うのはすごいですよね。 で、今回は、えー、あ、これはあれかなナスの時もそうだったかなあの、白の、あの、内側の塗装になってますね。いや、すごい、なんかこっちの方がドラゴンに見えるかも。<laughs> こう、色が結構きっちり入ってるので、どっちかというとね、あの、モンスターハンターに出てくるのは、こっちかなとは、思いますね。なんだよ、ずっとモンスターハンターだな。<laughs> はい。ということで、 顔の下があれかな色が違うかなっていう感じですねこれはあれかな個体差かなもしかしたらはいということであ今気づいた <laughs> ここにあのイササさんのこうちゃんと名前が刻まれてますね <laughs> 今気づきましたはいということでえっ、ー、と今回は、えー、とドラゴンの、えー、資源の紹介になります それでは最後に、えー、と全体的なレビューをして終わっていこうと思います。あえー、とちなみに立つかどうかはうん今回もちょっと個体差で立たないかな。<laughs> ちょっと微妙ですね。はいということでちょっと全体的なレビューをしていきます。ちょっとよいしょ。立たないやつは斜めが勝かって。 なんかこっから見たら、あのブルーアイズに見えますね。<laughs> すごい今気づいた。よいしょ。なんかすごい上から見ると、ブルーアイズホワイトドラゴンでしたっけ最近名前が出てこない。あの遊戯王の <laughs>。に見えますね。はい。ということでちょっとカメラ寄って。よいしょ。 とということで今回は、えー、指のせドラゴン、えー、全4種の方あのー、まだあのー、1個あるんですけど先にこっちだけあのー、してちょっと締めとさせていただきますえっ、ー、と本当にあのー、ガシャポンと,、えー、とこういうあのー、箱物で展開されてるのであのー、ぜひあの引、ー、いてみてくださいあのー、本当にあのー、1個でもすごいいいあのー、ねインテリアにインテリア おもちゃになると思うんですけどあの可動は全体的に、ね、少なめなんですけどあの首の可動でちょっと表情つけれるよっていう,こう斜めにしたりとかあの、まあ、真正面できリっと決めたりとかできるんですけど、まあ、可動おもちゃじゃなくて、まあ、こうあの置いて楽しむようなおもちゃなのでぜひ見かけた際は引いてみてくださいはい。ということで。 あのお待たせいたしましたあの颯、ー、タさんの公式ホームページ限定のあのー、手のせドラゴンを違う指乗りドラゴンを開けていこうと思いますはいよいしょこっからはよいしょ よいしょあすごいですね。なんかほんとにこっから見るとブルーアイズに見えますね。<laughs> やばい。近くで見てたら全然気づかなかった。いやー、綺麗だな。よし。それでは、この謎の白い箱の方を開けていきまーす。よっ。いやー、まじこれが楽しみで予約したんだもん。よっ。 おーかっこいい。かっこいい。よいしょ。はい。えっ、ー、と、ということで、あの、まあ、ああの、一袋構成の、まあ、ドラゴンのタイプの方になりますね。ちょっと名前は、後で検索して、テロップで、はい、あの入れときます。それでは、袋から出していきます。いや、めっちゃ、いや、めっちゃいいじゃん。全然違うじゃんえ。すごっ。よいしょ。 あのー、今ちょっと思わず声が出ちゃったんですけどなんかもう本当に全然違う色分けの仕方でもう別物に見えますねやっぱりこう見るとやっぱりすごいですねこのこのシリーズ <laughs> すごい色で全然違う造形としてはあのー、全部2種類なんですけどドラゴンとワイバーンなんですけどマジか。 ここまで違うかはいということで <laughs> はいということで早速組み立て組み立てていきますよいしょいやマジめっちゃすげええめっちゃもう色分けすげえよいしょえなんかもうさっきの2種類ですねみたいな色分けじゃないえすげえ3種類3種類4種類4種類ってことか うわ、すげーええすげえ本当にすごいあーすごいあす <laughs> すごいえすげーえ全然違うあマジかよいしょよいしょよいしょで OK かなよし Okay、はいということで、えー、と今回の、えー、限定商品になりますえっ、ー、とドラゴンのうーんになります名前は後で検索しておきますはいということで、えー、早速近くで見ていきましょうえっ、ー、とこれは何と言うべきなのかいやすごいグラデーションも使われててきっちりとした塗り分けもされてるっていう何か両方の技術が 集約されてる <laughs>。すごい。えっ、ー、と、一応目の色は統一で、金色に黒の塗装が入ってるって感じですね。はい。いや、角の部分が、えー、っと、そうですね。紫に、あの、のグラデーションが入ってるっていう感じですね。若干青も入ってるかな。っていう感じですね。 こう汚し塗装もめっちゃされてるし、いや、すげえ、すげえ、これ。あ、マジか。はえー。すげえー。えっ、ー、と、先にあのメインのカラーの方見ていきます。えっ、ー、と、基本的に水色の、えー、色が入ってて、そこに青の色も入ってますね。で、紫。 まあ、ナスっぽい色ですかねでも、なすともちょっと色違うんだよな。いや、すごい。で、入ってて、まあ、それの鱗の構成ですね。さっきだと、えー、っと、そうですね、鱗とかの、あの、色は、基本的に一色だったんですよ。紫と、えー、水色か。が入ってたんですけど。 これは全くそれが別で二色構成になってるっていう感じですね。鱗が。うわ、すげえ塗り分け。やはえー。はあ、すげえ。ちょっと声震えるわ。すごすぎて。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、爪の方が少し薄い、あれかな。ピンクのような感じの。 あれがが入入っってて色が入ってて色でこの翼ちょっとあのさっき開ける時にあの思わず声出てたんですけどこの翼のところあの基本的にここが紫なんですけどここの縁この水色との境界線のところに青が入ってるのがうわマジですごいなと思いましたこれ多分一回多分青を塗って紫を塗ったの かなととちょっと思いましたねこのグラデーション難しいよな、多分。そうしないと。いや、これすごー。いや、すごいな。で、反対側がこっちですね。あ、こちらですね。いやー、すごい。境界線にまた青のあれが入ってて、青というか、まあ紺色にも見えますね。ちょっと濃いめの青というか、が入ってますね。いやー、これすご。いやー、これもうじっくり見とこう。 いやーで鱗がこうなっててあの先端まで続いてるっていう感じですねで先端がまたこれもすごくて基本的にねあの市販というかあの一般販売されているナスと資源の方は一色構成だったんですけどここもえっ、ー、と表側に紫がきてて裏側に青もあるんですよね はいいやすごいこれああめっちゃ綺麗だめっちゃ綺麗だしすごいでまあ基本的にドラゴンはあのねあの内側が白の塗装なんでそこは変わらないんですけどこれ汚しも多分こっちの方が入ってるかななんかあの歴戦をくぐり抜けてきたドラゴンっていう感じですよねいやかっこいいなんか歴戦っていうワードもハンなんだよな はい。ということで、あの、足の方の造形も見ていきます。いやー、ここの爪もね、しっかり塗り分けられてて、紫のあの爪が入ってるっていう感じですね。いや、若干これも青入ってるか。境界線に。いや、怖わ、青入ってたら怖いですね。このちっちゃさに。いやー、すごい。いやー、すごいな、これ。あー、すごい。これ予約してよかった。 はい。ということで、ちょっと長くなりましたけど、えっ、ー、と、今回の、えー、公式ホームページであの予約すると、あの1個あ、1ボックスに対して1個入ってくるっていうあの、限定品のドラゴンの紹介でした。はい。いや、これ、再販来たら、もしかしたらあの、予約された方がいいかもしれないです。あのまだあの手に入れてないよっていう方は。 いやこれれは、はい、手に入るすごいあはい <laughs> いやさすがにねあの何ていうのかなこうやっぱりあの弓の瀬ドラゴンあの全部写真では見てたんですけどやっぱり写真とあの現物相当違うくてあのもう写真はちょっと綺麗に写ってるんでその分ちょっとあの分かりにくい部分もあったんですけど あの現物はもうそれのはるかもう3倍4倍5倍いやもう10倍ぐらいいいものになってますのではーいいやーよかった予約してって思える商品でしたはいということでえっ、ー、と今回はちょっと箱持ってきますねよいしょよいしょ ということで今回は、えー、弓の瀬ドラゴンの、えーとーまあ、4種類全4種類プラス、えー、とネットで、えー、予約すると1点ついてくるよというあのものを購入してそれを開封レビューしていたよっていう動画になります。 はいものすごい長く動画な長い動画になっ,たなっちゃったんですけどあの本当にその分あの本当に感動してちょっと長くなってしまったんであの許してくださいはいということでえっ、ー、と今回の動画が良かったなと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしますいやーものすごいいい商品ですあの本当にガチャガチャね最近あのお店いっぱい増えてますのであの見かけた際はぜひ1回でも2回でも あの全種類でもあの全種類出るまで弾いていただけたらいいかなと思いますそれでは終わっていきますありがとうございましたそれではまた次の動画でお会いしましょうまたねバイバーイ